美容と健康って最大のテーマなんで、経営ノウハウなくてもやれるジャンルだと思うんです。ある程度の技術力があれば、うん、まあ全然やれるよね。はい、どうもカズです。どうも YouTube やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はヨナくんどんな感じで。今日なんですけど、はい、美容室経営者に向いてない人っていう題を考えました。はい、なるほど、はい、美容室経営者に向いてない人はどんな人かと、はい、これからなる方たくさん、はい、いや、いないでほしいですけど、ライバル増えるんで、多分考えてらっしゃる方たくさんいると思うんで、はいはいはい、その方たちにこうちょっとアドバイスを含めながら、はいはい、まあ、こういう人はちょっと向いてなかったから今のうちにこう改善しようねみたいな、なるほど、考え方改めようね、はい、みたいな感じですね。あ、そういうことはあるんだね。はい、なるほど。基本的にね、美容室系に関して言うと、はい、僕難しくないと思ってて結論結論はね、はいはい、比較的ねビジネスの中では簡単な部類に入るんじゃないかなとは思ってます。それは理由としては、まず美容っていうジャンルですよね。一つはジャンルとして、美容って絶対お金払うじゃないですか。美容と健康って最大のテーマなんで、あ、人間のっていう、そうそうそう、あ、確かにそうですよね。お金払うマーケットであることにはもう絶対変わりないんですよ、うん、伝われることない。あ、確かに、まあ、永遠にありそうですよね。そう、美容と健康に関しては需要が絶対なくならないわけですよ。なるほど、なるほど。特に髪を切るとかも機械が変わることもないし、はい、うんうん、絶対伸びるから切るでしょ、はいはい、需要自体がまずあるんですよ、うん、あ、なるほどなるほど、はい、で、はい、切ってもまた伸びるから、はい、リピートビジネスなんですよ。一回売り切り型じゃないから、はいはいはい、例えば高校受験のサービスだったら、はい、受験終わったらそう終わっちゃうから、はいはい、あ、確かにそうですよね。結婚式とかも単価はねでかいけど、まあ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 、何回も結婚式やるわけじゃないじゃないですか、まあ、確かにリピーター取れない。はいはいはい、美容室は基本リピートビジネスなんで、ちょっとお客さん使うんじゃえば、うん、まあ、基本的には長く通うサービスになるんで、そういう意味でまずやりやすい。あ、なるほど。失敗がないで、はい、もし、ね、特に一人でやったら、山木君も別に一人で やるとしたら、はい、できるでしょ。自信はありますよね。今までお客さんがつかなかったっていう失敗は僕の中ではやっぱなかったんで、はい、多分いけるとは思うんですけど、一人だったんですよ。そうです、はい、要は美容師としてある程度実力ある、はい、つまりお客さんつかめた経験がある人だったら、はいはい、経営ノウハウなくてもやれるジャンルだと思うんですよ。そうそうそう、うん、だから、まあ、こと個人店で開業する、うん、関しては、まあ、自分のお客さんをある程度つけられるレベルの能力、はい、うん、美容師としての能力があれば、なるほど、別に経営者としての実力っていうかね、勉強なんて特にしなくても、うんうん、まあ、やれるもんだと思うんですね。うん、まあ、僕も25で経営とか分からず店出して普通にやれちゃったんで、なるほどな、そう、簡単な比較的ねジャンルだとは思います。ただ数が多いんで、うん、美容室は、うん、まあ、選ばれる必要があるから、個人では、まあ、まだなんとかなんですけど、ちゃんと店増やして採用も人も雇って、あ、なるほど、拡大路線でちゃんとやるならそれなりにねこう強み作るとか、うん、やっていかないといけないのかなと思いますけどね。そうすると、うん、これから経営者になりたいっていう方に関しては、うん、僕結構独立と経営ってなんかちょっと違う気がして、そうだね、はい、まあ、独立だったら、はい、まあ、一人でそうやる感じだったら、はい、まあ、向いてる向いてないは特にない特にないんじゃないっていう感じですか、はい、ある程度技術がある。なるほど。そしてを超えて、例えばカズさんみたいに何店舗もやったりとか、はい、経営をしっかりやらないといけないってカズさんおっしゃってたじゃないですか、はい、そういうタイミングがあったっていう、はいはいはい、そういう風な感じを求める人、これから何店舗も増やしたいっていう方で向いてないっていう人、あ、向いてないっていうのはあります。それで言うと成果に対して自分の責任として捉えられない人ですね。人のせいにするっていう感じですか。環境のせいとか、はいはい、タイミングのせいとか、成果を他者のせいにしちゃう、集客媒体のせいとかね。ああ、なるほど。いろいろ、はい、はい、まあ、あとスタッフのせいとか。ああ、はい、はい、はい、それはなんか一番聞こえの悪い。まあ、ね、そうですね。で、内心思っちゃうような人は、まだですね。ああ、なるほど。はい。全部に対して責任を負えるような姿勢は必要だと思いますね。なるほど。責任感っていうか、そうですね。すべてのことは自分が責任だと捉えられるような人じゃないと難しい。はい。まあ、これは美容室系に限らずですね。うん、そうですよね。まあ、美容師としても、お客さんが悪かった。そういう結論を出す人もいます、ね、ああ、まあそうですね、はい、でもって結局リピート取らなかったら、まあ自分のせいですね、うん、まずそう思えないと、うん、本心で思われるとまだダメなのかなと思いますね、うん、なんで まとめると、はい、美容室系向いてない人に関しては、まあ基本的にはね自分のせいにできない人ですね、はい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 、
はい、結果に対して全部自分のせいって思えない人は向いてないと思いますし、はいはい、こと、ね、個人店やる分には別にそこまで能力いらないよねっていうのが、まあ、僕の結論でしょうかね。なぜかというとマーケットとしてちゃんと成り立つことだし、リピートビジネスなんである程度の技術力があれば、まあ、全然やれるよねっていうのが、まあ、僕の考えですね。なるほど、はい、ただ美容室の数が多いんで、ちょっと特徴を持った、ね、美容室を考えてほしいなとは思いますね。なるほどなるほど、はい、同じ感じでやっても面白くはないかもしれないですね。そうそうそう、あとは困ったら僕の本ですね。ああ確かに、はい、僕の本を読んでもらってこれかなりすごいですからね。大体年収1億くらいだったらもうこれで毎回できれば、はい、あなるほどなるほど、と思うんで、はいはい、この本を読める人だったら向いてると思う。最後営業っぽいから。あ、そうですね。ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。僕の公式 LINE に登録いただくと美容室経営のヒントを動画で配信してますので、よかったら LINE 登録をお願いします。それでは。